キチャンネル。じゃん、こんにちは。さあということで、はい、サザキチャンネル的ベストナインは発表されましたけど、はい、もう一つの大行事、うんうん、クイズ正解は約半年後だっていう。スクイズ、うん、クイズです。あ、クイズ、スクイズ何がスクイズなんだろうと思って。クイズね、はい、そうということでね、うん、開幕前に、はい、大穴ベストナインっていう、うん、今まで1回もベストナインを受賞したことない選手で、はい、うん、ベストナインを取れるんちゃうかっていう大穴選手を選ぼうっていうことでね、はい、まあ、セバともに、まあ、2人ずつぐらいこの中から選ばれたら大成功だねっていうところでやってきた企画の答え合わせです、はい、今年ね、でもパ・リーグ初受賞が1、2、3、4、5人もいるんですよ、はい、約半分いるんですよ、うん、DH もあるから、はい、10ポジション中、うん、それを当てれたかどうかっていう。そうですね、はい、まあ、2人は当てたいなって言ってましたもんね。そうそうそう、うん、っていうところでね、はい、大穴に選んだピッチャーは、はい、山本由伸正解。なんかこれはあれですよね、まあ、あ、山本取ったことなかったんだぐらいの感じでしたもんね。そうそうそう、でも別に取るかどうか分かんないじゃん、まあ、他にも千賀とかも、まあ、確かに活躍するか分かんなかったですね。そうそうそう、それをきっちり抑えれる、だこの本命を買って本命で当てるっていうのが逆にいいところだ、はい、あ、なるほど、はい、ここでね、やっぱ、うん、はい、人多い、あともう一人やったら成功だからね、はい、まあ、そうですね、目標達成っていう感じですね、はい、キャッチャーは、はい、若月は入ってるよ、5票入ってる。お、まあ、森がね、はい、取ったんで、まあ、圧倒的でしたからね。ここはだって森海がね、うん、もう取ったことある中が選べない、こう2強をね、はい、切り崩していかなきゃいけないところ。まあでもリーグ優勝はしてるからね、はい、あとはやっぱ伏見との併用っていうところもあってね、うん、まあ試合数は少ないけども、まあまあでも頑張ったと思うよ。そうですね、非常にね、うん、いい形でベストナインを取れなかったけどね、はい、でじゃあファースト、はい、井上誠也手術で絶望今季っていうね、まあ、終盤だけどね、10月ぐらいだけども、はい、うん、打率1割9分6厘、10安打、ホームラン1本、6打点っていうところで、もう名前すら載ってない。そうでしょうね。レアード選んどかよかったな。レアード初受賞でした。そうそうそう、あ、そっか、うん、ファーストで初なのかな、ベストナインか、うん、あ、レアードベストナインある、16年サードで、だファーストでは初だよ、うん、だそれをだから初じゃないのよ。初じゃないですね、2度目なのよ、うん、ファーストで初っていうだけだから、はい、まあ、でもなんか選べなかったですよね。そうそうそう、うん、セカンド、はい、シュートを選びましたけども、うん、中村翔吾です。はい、シュート、手術、うーん、出てなかったですね。いや、あんな50盗塁もして、今年いけるぞお前、60盗塁ぐらいしたら別ラインちゃうかっていうところで、はい、打てないっていうね、うん、打たなきゃ塁出れないからね、はい、打率2割1厘ヒット34本、うん、ホームラン3本持ってるじゃん。でも70試合盗塁21個、いやー、手術、うん、70出てたのか、うんうん、残念、はい、中村翔吾いっときゃよかった、初受賞そうです、ね、いけたなこれは。選ぼうと思ったら選べたかもしれないですね、うん、これ年々苦しくなってくるからね、全員初受賞が増えると、はい、選ぶ選手が少なくなってくるからね、うん、でサード、はい、安田、うん、もうね、初受賞、まあ、ちょっと選ぶの難しかったですね。いやだってもう終盤藤岡翔サードで出てたもん、うん、我慢して4番で使って今年は一気に花開くかっていうところで、もうホームコロコロ変わる問題っていうのがあるからね、うん、2割4分2厘ホームラン8本、いやー115試合、もうカーンといってほしいよね、そろそろね、なんかこう、うん、こう伸びていかないよね、この中空飛行だね、ずっと期待、来年こそ来年こそって感じはありますよね。そう、うん、まあ、でも1票入ってる、はい、ショート小深田茂木、いや源田の壁が厚すぎるからね、うん、もう茂木はサードで16票入ってるけど、はい、小深田も最後試合出てなかったしね、うん、これあれだね、小深田はちょっとレギュラー怪しいね、来年ちょっと山崎選手が入ってきましたからね、結構いいね、はい、感じになってくるし、うん、ちょっと怪しい、危ないね。いや、小深田選手も活躍がすごく素晴らしかったんですよ、うん、ね、2割4分8厘、うん、いや勝負だね、もうベストナインというよりも勝負の年になってない。そうですね、茂木もいい感じで頑張ったけどね、うん、後半
やっぱ前半並みの活躍がやっぱ後半ちょっとなかったような気がするね。はい、で外野、はい、太田大志、うん、ノンテンダーです、はい、ベストラインどころかもう自由契約になってるやん。あ、でも決まってよかったですね。そう、 DeNA ね、どんどん、うん、行くと思ったけどね、ホップステップジャンプの、うん、でも残念、はい、次金子、はい、西武、残念。もうセンターだって若林と岸出てたもん。若い選手が多くて、うん、ね、もうちょっと金子も危ないね。ライト藤原、はい、いやワンチャンあるかと思ったけどね。うん、あ、もうそう、でもあの忖度一票入ってるからね、はい、あの、まあ、ただちょっと他の選手の層が厚いですよ。まあ、杉本選手初受賞ですけど、うんうん、でも里崎チャンネル的ベストラインにも山本以外選ばれてないからね、はい、で最悪の受け皿として、うん、本ちゃん選ばれなくても佐々木チャンネル式ベストラインには選ばれてほしいよね、まあ、結局一人ですね、山本だけ、はい、ちょっと今聞こえるわ視聴者の声が。そりゃそう、まあ、そら山本は当たってるに入んねえよみたいなそう、私もなんかそんな感じの気持ち、ね、いやいや、でも一回もルール上、まあまあ、こう山本が一回も取ってないっていうことを調べてきてたことに称賛してほしいよね、はい、そうですね、うん、はい、いやだ、惜しかったの誰や、誰も惜しくないな、他の選手で誰も惜しくない、まあ、ちょっと小深田森選手もいけなくはないけれども、源田選手の層がちょっと壁が厚すぎるので、いやいや、もうだって小深田森、だって小深田なんて1票すら入ってないもん。いや、それはやっぱここに忖度1票でも入ってこないと、うん、やっぱこの期待値がないよね、やっぱり忖度1票を入れるほどでもないってもう、うん、抹消されてるからね。そうですね、うん、藤原選手がマリーンズ今年良かったので、そこでレギュラーとして1年頑張ってたら、でももう最後岡出てたよ、広見岡がセンターで、はいはい、だって藤原は忖度1票も入ってないもん、あ、外野入ってる1票だけ、1票、おう、じゃあまだチャンスあったね一番チャンスあった忖度1票入ってるいや、まあでもこれはちょっと、うん、だっていや杉本入れてればな、いや難しかったです、この予想はできない、ホームラン王になるなんて思わんしな、でもそういうのを選ばない、うん、選ぶのが大穴だからね。そうです、そうです、うん、杉本なんて本当にもうダービー14番人気ぐらいだったのに勝っちゃったみたいな感じだからね、はい、大穴当てた人も大儲けですよ。いや中村翔吾選手はちょっと、中村翔吾はいけたな、いけましたね、やっぱシュートの50個盗塁に引かれ、ちょっと引かれちゃったね、はい、いやまあじゃあもう今年まで1年間見たんでね、はい、来年、うん、だから今年か、うん、2022年の大花ベストナインは、うん、もう一回考えて、はい、しっかり当てにいこう。来年こそじゃあ2人は入れたいですね。そうですね、うん、あと皆さんも多分そのね、大花ベストナインの中のコメント欄に多分自分の予想、うん、はい、多分書いたと思うんで、杉本選手とか入ってる人いるんですかね。だからその自分の予想を書いて当たったのを見たいね、うんうん、そうね、当たった人はね、うん、もう探しに行ってもいいけど面倒くさいからね、はい、私当たりましたよって嘘なくコメント欄書いてください。はい、はいはい、ということで今回、うん、パ・リーグは山本由伸だけ当てました。はい、まあまあ一人いてよかったです。よかったよかった、うん、ゼロじゃないからね。はい、そうです、そうです、はい、はい、続いてセ・リーグ編です、はい、お楽しみに。